はいどうもコンシェルジです。あのね、復元成功例第2弾ですね。どれも、あどれもというか、まあ、いろいろ成功例あるんですけど、あの全部は言えないんであの、説明しやすくて、若干過失修正しやすい。うん、あの100%本当のこと言っちゃうとバレるんで,で、バレたら別れになっちゃいますから。<laughs> だから、ちょっと過失修正しやすいですね。えっ、ー、と、まあ、成功例しかちょっとお話できないんですけど。 で、この場合、で、完全に本当なのはここかな。<laughs> 男性っていうのは本当。で、これ、2ヶ月も本当かな。ネット普遍工作2ヶ月コースにお申し込みしていただいてですね。で、工作終了後、あ、これも本当だな。工作終了後、4ヶ月から5ヶ月後ぐらいに復縁成功された方ですね。で、えっ、ー、と、この方のポイントは、この辺ちょっとその、ぼ、ぼやかしてますけど、まあ、Twitter って書きましたが、仮ですね。 まあ、とある SNS とかでブロックされてたんですよ、この男性は。で、えー、まあ、ネット不倫工作のご依頼いただいて、で、まあ、あのネット不倫工作やりますよね。で、内容的にはやっぱりこういう場合は、もうとにかくブロックするのとか、もうそれ、中学生までっていう、そういう話、メインとしてはね。 ブロックとかしないで、で、別れた相手であってもね、えー、まあ、その相手とのさ、その人間関係ってあったわけじゃん。で、そこでまあ結局嫌いになって別れちゃったとはいえ、そこで学ぶこともあったはずで。で、その人の人間関係を、じゃあ、その別れましたっつって、ブロックまでしちゃうっていうのは、これ大人としての行動じゃないよね。 その過去ブロックっていうのはもちろんその相手のことブロックだけどイメージ的にはさその過去のことをなかったことにしたいっていう気持ちの表れじゃん。でその恋愛するたび恋愛するたび過去のことなかったことにしてったら恋愛的な人間的な恋愛的な成長ってないよね。あの恋愛的な人間的な成長ってないからブロックなんてすんなって。でもしブロックしちゃったんなら。 うん、あの全然ねあの気にせず普通に解除しちゃってで仲良くしてった方がまあその人生自体幸せになれるしでそんなにその嫌なことって起きないしでブロックしてるずっとブロックしてるのって嫌だし自分ブロックしてる側っていうのはだからまあその人間のことを信じるのが美しいよっていうようなネット不健工作の投稿を僕の工作員アカウントでやってったんですよ。 で、これも、その、仕掛けたのは何かは言いません。うん。とある SNS サイトで元カノがそれやってたんで、で、僕がその、女性アカウントだったかと思うんですけど、で、そのアカウントで、まあ、その、いきなりにはなりますけど、もう相手のアカウントにフォローを仕掛けて、で、まあ、やっぱりそういうような、今言ったような投稿を、その、僕のアカウントでずっとしてたんです。 で、ポイントとしては、とにかく、その、相手がちょっと投稿したら、まあ、毎度、ま、ちょっと口の中に、げの、げ <laughs> の繊維が入った。失礼。で、その、毎度毎度ね、相手が投稿するたび、投稿するたびさ、相手の投稿に、いいね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 ってつけてたら、完全に変なやつなんで、ちょく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 ですけど、相手の、相手が投稿した時に、面白そうな投稿とか、へえ、まあ、それはいいじゃんと思ったりしたら、 いいねねとかつけててあげてです、ね、こっちのことを意識していただいてでまあその相手からすると相手まあお客さん男性ですから相手女性ね元カノね元カノからするといきなりフォローはかけてきて不審ではあるけれどもまあ、ちょくちょくいいねもしてるでえっ、ー、といいねもしてくれるでこっちのアカウントもこっちのアカウントで普通の投稿もまあするんで、えー、結構リアルタイムな。 例えば最近だと鬼滅の刃の話とか、あの、なんかの時事ニュースの話とか、ええと、あれだな、あの、小室圭やべえみたいな、そういう時事ネタとか、そういう話とかを、ね、あの、投稿もしてるんですけど、そういう中で、やっぱりその男性とそのお客さんですね。お客さんと、その女性、その元カノとの、こう、関係を思い出させるような、 あのエピソード聞きますからお客さんから教えてくださいとどういう感じで別れたんですかとどういう感じの,その思い出深い話がありますかとかって聞くんで,でそれをもとに僕がちょっとそのエピソードとか作ってですねでその2人の関係を思い出させるようないい意味で思い出させるようなほのめかし工作みたいな投稿をしてでその上でさっきみたいにブロックなんてするんじゃねっていい年越えてっていう。 でも実際そうじゃないいい年超えてブロックしなくてよくないほっとけばいいじゃないですか。女性だから怖いのは分かるけど逆にそうやってねブロック拒否ブロック拒否ってしてるとどこで誰があなたのことを恨,む恨んでるか分からなくなるよっていう逆に危険ですよ。これ,これ事実でもあるし実際。実際そのストーカーとか本当にされる人ってブロックするからされるんだからね。実際の話。はあ だから、そういう危険もあるし、別にブロックなんかしないで、ブロック解除して連絡してみてね、ある程度の距離を、距離を保ちながら、まあ、あの、元付き合ってた人みたいな関係性でいればいいし、それが美しいじゃんっていう。それが女子力高いじゃんっていうような投稿をこっちは散々する。で、えっ、ー、と、まあ、さっきも言ったように、いいねとかもつけるんで、向こうはこっちの投稿を見てくれる。そういう作業を2ヶ月間繰り返して、 いたんです。そしたら、これも、あのー、まあ、一つ前の動画と同じで、向こうからアクションがあって、で、その通りですよ。あの、ブロックを、ツイッター、まあ、あの SN、SNS、なんかの SNS のブロックを解除して、だから、向こうのツイート、まあ、投稿だね、投稿が見れるようになったと。あ、なんだこれ、ブロック解除されたんじゃんっていうタイミングで、 えー、この方もちゃんと自分磨き頑張ってくれてた方なんで連絡してみたところまあ普通に、えー、まあ飯食いに行きますかみたいな話になりで復縁に成功しましたでこの方はなんだろうあのー、まだね100%自分磨きに成功してなくてこの方のことを悪く言ってるわけじゃなくてあなたのことを、ね、この方あなたあなたのことを悪く言ってるわけじゃないからねない,ないんですけどあのー ちょっとやっぱり相手、彼女と自分の温度差があるのがちょっとまあ気になるみたいなことを言ってて。でもまあこっちは好きで好きで復縁工作までね <laughs>、お願いしてる側だけど、相手は、例えばそのネット復縁工作とかの、そのボディーブローでネット復縁工作でこうボディに効かせてたわけだよね。それが4ヶ月後5ヶ月後に効果が現れてきてる状態なんで、向こうはノリノリで私復縁できた彼とっていう場、 場合っていいいうううかそういう気持ちじゃないわけですよまあ復遍してもいいかなってやっぱりそれも一つの選択肢かな考えてみたらやっぱりあの人素敵なところたくさんあったしで思い出しながらネット復縁工作やる中で思い出しながら、まあ、ブロック解除してみようかなっていう気持ちにもなりでまあ復遍してくれって話になったからうん悪くないかもって思ってる感じの徐々徐々の状態だよね徐々徐々にこう心開いてってまあもう一回 付き合っっっててててみようかなって思ってくれてるののが元カノの方でこっちサイドはずっと好きだからそれは温度差あるじゃないですかっていう話は <laughs> したんですけどだからそこで焦らずその温度差に焦らず女性っていうのはやっぱりその友達感情から徐々に恋愛感情になって発展していくこともあるからあるからっていうか多いのでそういうのが女性の恋愛観なので男はもう最初から好きってなって抱きしめたいっていう。 ベッドインしたいって思うのが男だけど、女の子そうじゃないからっていう話をさせていただきましてですね。だからその焦らず、せっかくまあその、復縁するもう一回付き合って話になったんだから、相手のペースに合わせてですね。で、ゆっくりまたその信頼関係をこう回復していく、これからも重要なんですよっていうお話をさせていただきました。 のが、まあ、あの、最近ちょっと思い出深く、なおかつお話できるレベルのバレなさの内容のお話。だから、あの、結構本当に皆さんネット復縁工作と自分磨き頑張れば復縁できるんで、まあ、絶対とは言えないですけど、復縁できるケースが本当に多いんで、あの、皆さんも本当に、例えばこのね、コロナで、ま、いろいろ大変で気持ちも落ち,落ち込んじゃってっていう状態だと思いますから、その中で別れちゃったりとかして、 もう人生浮き上がるねっていうふうに悩み続けてるんであればもう最終最後もうチャレンジっていう感じでねかけてみるっていう感じでネット普遍工作にお申し込みしていただいてもいいのかなとは思いますんではいぜひこうまあ卑屈にならずですなあと死にたいとか思わずに頑張ってみましょうはい今回は以上ですコンシェルジーでしたではまた